女子今日はあの女子体験の方にお越しいただきましてあ、これ女子体験だったんだ。はい、女子に見えてます？はい、限りなく見えております。嘘だな。大いじめ食らうから人って残酷ですから。まあまあな、若干心配かな、親だったら、うん、これがこれいじめらんないだろ、お前女児の中に混ざったらそうだよ女児のムラムラ見たことないもんいや、ほんとそうよ。さあ、ということでここにもう私からするとたまらんグッズが、あ、全部懐かしい。ここはあの頃の全てが今このテーブルの上にこんなテーブルに乗るぐらいなの、あの頃の全てが。これやばい。あら、なんすかそれ。知らない。何に使うやつ。なんだと思う、逆に。まあ、手帳みたいなやつなんじゃないですか。要は女児が普通の手帳みたいな、日記帳とか。違う、で中もこうなってまた分かれてるんですよ。これシール帳と言いまして。あ、そう。あの頃のそのヒエラルキーはやっぱシール持ってるやつが偉いっていうそうなんだ。で、こういうまあ可愛いのキャラクターものとかもそうだし、ぷっくりしてるシール、あったね、そういうの。モコッとしてるシール、あったあった。ちょっと宝石みたいになってるシール、あったね。が一番グレード高いですで、同じグレードのものを交換するっていうのが主流なんだけど、経済だったんだな。そう、例えばこの大きい口パッチのシールと交換したいなら、同じぐらい価値のあるものかもしくはこの、まあ、ちっちゃいサイズの数枚とかマジお金レートがあったわけだ。レートがあった。これは斉藤ちゃんの、斉藤ちゃんの私物、私物でございます。あら、実家行ったら多分私もめちゃくちゃあるのかも。プリキュアとかだ。ラブ&ベリーとか。ラブ&ベリー、おしゃま女。これレート低いねちょっとザコメだよね。ケロケロケロッピやるの、これあんまり価値のないケロケロケロッピってどこでも手に入るもんな。そう。どれ欲しい、ジョージ。いや、いらねえよ俺欲しいのねえよ。どれ欲しいの。ちょっとよく見せろじゃん。ちゃんとジョージになりなさいよ。たまごっちかな。たまごっち欲しいの。たまごっちがいいわ。にしちゃん、たまごっちのやつが欲しい。たまごっち欲しいんだったら、おあのモコモコのシールちょうだい。それレート合ってない。これ少ないから。レート合ってないじゃん。これもう少ないからモコモコのシール5ね。スーパーインフレが起きてんじゃんお前。これと、いや、このモコモコの、じゃ主役じゃない、何っちかも分かんないやつだからこいつ M 字ハゲみたいなやつこれだったら5枚でいいよ。モコモコ、モコモコ。うわ最悪。このないの。ないよ。じゃあダメ遊ばない、もう最悪お疲れ。こういうので、こういうのでいじめが起きそう。バイバーイあー、こんなんもずっと持ってた。もう、書くとこが少ねえメモこういうのでお手紙書いてたんですよ。それは、まあ世代によっても何のキャラがみたいなのあんの。いろいろあると思う。ディズニー基本みんな好きだったよね。まあ、ディズニー、サンリオあたりは人気よな。チップアンドデールとかさ。ああ、はいはいはい。あとあのマリーちゃんだっけ、あの猫の白い猫。白い猫。ああ、いたいた。あの時代だけ好きなのよ、あの大人になって言ったやつ見たことない。見たことないでしょ。あの時代だけ女児人気高いよマリーちゃんで、これ、あ、ふわふわのペンだ。え、ふわふわのペン知ってる。にしこちゃんって、あ、にしこちゃんって言うんだろう。新品だからコンドームついてるわ。コンドームじゃねえだろ、ジョジのボイじゃねえだろ早いよ、性教育だ。ペンの先にもコンドームついてるシェリーさんちの子かほらあ、ちょっとなんかぷくってなってんのかでしょ。インク出すぎちゃってるみたいな感じで固まった。へぇ、にしちゃんのお家に行かせてくれてありがとう。ファックユー。ファックユーが入ったぞ。こういうなんかぷっくりペンとか匂いするペンとかめっちゃ流行ってたのよ。で、これをこうやって折って、はいはいはい、こうして、うわ、やばい、あの頃すぎてやばい、やべえ、女児だ。男からするとピンとこないじゃん。女児すぎ。女児塚があったらこれが発掘されるマジ本当にここは女児の墓ですねってなる。考古学者が言う。そうで、こういうのに大体、あ、またコンドームついてる。コンドームついてるんだからお前なんか大体ディア、矢印、にしちゃんみたいな。あー、なるほどね。で、こっちにフロムみたいな。ほら、こういうのやってたんですよ裏側をね。
ゾフロム門倉。それに何書くわけ、ジョージは。本当にクソどうでもいいこと書くの。授業中にこう、あー、まあ授業中に回してるみたいな、よくあったよな。このパケみたいにこう、パケってやったりとかあるけど、そうしてましたね。なるほどね。うわ、これ私リアルにこれ全部持ってたわ、この分解できるお菓子の消しゴム。で、こうやって外して、うわーとかやって、これだけなくしたりとかして激乱してた。食べないで。ちょっと匂いするよ。食べちゃダメだよ。食べちゃダメよ。食べるか。いや、臭いな。びっくりした。めちゃくちゃゴムの匂いする。匂いしない？しないじゃん。しないか。これ、あ、え、これ懐かしい。それこそこれ、ポクポク出るやつだよ、ほら。うわ、え、それ海苔？え、やばい。懐かしい。気持ちいいから出してみ。あ、ごめん、なんかエッチな感じで。そんなことない。ジョジにない、そんな感覚。出すことが気持ちいいっていう、その感覚ない。うわぁ、あー、出すぎちゃうね。キモいな、お前。キモくないよ。今日ずっとキモいんだよ。キモくないよ。チンポかくないよ、お前。でけぇ。短い。ほら、すごいこう、ぷっくりできるの、このペンで。射精感がリアルよ。学級会開かれるわ、お前、そんなの会社。それなんだ、これについた、うん、あ、じゃあこれにつけたりするやつ、あ、上に乗っけたりするんだ。こういうとこに乗っけられるわけ。いや、いいよ、ね、ヤクザのチンチン。うわー、え、これもガチじゃん。あ、これ、モコモコのシールって、これ、あー、これね。あるある、このモコモコシールよ。わ、やばこれちょっと書いてほしいな、石田に。いや、いいよ、別に。石田ペンの持ち方終わってんな、お前。ずっとこれでやってんだよ。義務教育、なんか敗北って書いてある。いや、ちゃんとした持ち方もできますけど。住所どっち？今の住所でいいの？口だけは独身術で読め取れるよね。なんでだよ。音声は消すけど。いや、もうほぼバレてるようなもんだからだと俺。テレビ電話080。ファックスは？ファックスねえよ、持ってねえだろ。持ってないよーんとか書きなさいよ、じゃん。持ってないよーん。あった、でも本当にあった、このノリ。携帯、あ、携帯そのまんま書く。同情です。同情です。だって上と同じなんだもん。ちょっと大人になっちゃったから、これ。同情です。上と同じ。どういう意味だろうって思っちゃうから、女子が。はい、私は1994年7月24日生まれの獅子座で、ライオンの絵とか描いてこう。あ、あるある。女子じゃん。女子。血液型は O 型です。みんなからはって呼ばれてるよ。大谷世代の最下層。って呼ばれてるよ、じゃないんだよ。チャームポイントは長まつげ。そうだね、確かに。長まつげで嫉妬買わない、いい答えだね。確かにね。こいつに長まつげついててもどうでもいい。他の女子も安心するよ。自分を動物に例えるとイノブタ。見たことない、女子のプロフィール帳で。まだあの、野生が半分入ってるっていう。まだ野生半分だよの時の。イノブタ。趣味は？趣味はエゴサ。特技、俺特技ねんだな。バトン。いいとこの子。わ、今思い出しちゃった、バトン。オハスタのさ、バトン持ってた。オハスタのバトン。キラリンレボリューションとか、そのアニメに付随したやつじゃなくて。じゃなくて、実写の人間がやってたはずなんだけど、さ、切符になんかダイヤっていうか色付きのゴムっぽい、こういうなんか可愛い装飾があるバトン、ずっと回してた、家で。みんなやっぱそういうの持ってるんだもんな、女子は。みんなやってた。じゃあ俺もバトントワリングにしよう。トワリング書かない、普通に。バトントワリングで。大好きな食べ物は肉全般。嫌いな食べ物は強いて言うなら、強いて言うならとか書くのよ、絶対。湯葉だよ。ババアコラ。カラオケでよく歌う曲は、氷川きよし。ちババアじゃん。限界突破サバイバー。若かった。キーちゃんになってからだった。限界突破。確かに、異常の数歌わされるからね。そうよ。
一番の宝物はこんなの、ね、ジョージなんて書くのあったあった。一番の宝物って、一番の宝物はなんか、まあ、ペット飼ってるからペット書いてたよね。あーなるほどね、うん、飼ってる犬の何々だよとか、はい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 、友達何々ちゃんだよ、なんかすごいこう相手を立てようとするジョージもいて、おこれを配ってくれた頃の名前書いたりとか、あいやそういう気遣いもやってた、やってたやってた、仲いい子だったのね。みんなの笑い声なんだまあいたよ嘘書くやつも今まで最高の思い出は、うん、なんか例えば家族でハワイに行ったことだよとか。なるほどね、っていう子も多かったね。一番の思い出、うん、今まで最高の思い出は、ママに、うん、もう帰ってこなくていいわよ、産まなきゃよかったって言われたことだよ最高の思い出でいいんだよね。もちろんもしもタイムトラベルができるとしたら、うわ懐かしい、あったパパの玉金にいないね、戻っていないね、生まれる前のやついないよ、他の精子に道譲るよ辛すぎるこれ、精子の絵おい、ジョージジョージ、まだ知らないから、このやめて、その精子のリアルな絵、精子の絵もしも一つだけ願いが叶うなら、うん、シュチにグリン断コンすぎる将来の夢は30代半ばでファイヤーいないって、ジョージでFIRE 小遣いを投資に回すってこと。そうそうそう親からもらったお金などを投資に回して 10% だけでこうやりくりして、そうやりくりしていく今の自分に一言、ああ配信コンテンツばかり出て地上波に映らないのみっともないぞ俯瞰で見れてるな女子10年後の自分に一言、おおいいね、あったら結婚してるとか頑張れよとか。なるほどね、言ってたよ。睡眠時無呼吸症候群治さないと10年後はないよはい、これですね、リアルだね。でもね、ええ、さあこれです、醍醐味プロフ調の連想コーナー。連想コーナー、可愛い人、かっこいい人、おしゃれな人、憧れな人、面白い人、優しい人自分の周りで今可愛い人か、女児ってやっぱ忖度しないから。確かにな、ガチで書くからこれ、彼女の名前忖度になるなやめとけよお前スッと書いたらいい感じで終わったのよお前誰だよ、書けよ。可愛い人でしょ。そうだよ、うわ一度でもあったら書いていいから、一度でもあったら書いていい、うん、うわーごまきそりゃそうだよな、可愛かったね、最強だったよな最強だったよごまき、かっこいい人、うん、オクトで主演だったあの男の人、浅香光大、あーあの人かっこいいよな、浅香光大さんですね、うん、ごめんね普通に薬飲むけどこっちがジョージやってるのにお前薬飲むなよしかも大人の薬の方が生理痛薬も、生理痛薬かよお前でもジョージもいつかは飲み始めるわけだからね、覚えときな大事おしゃれな人、うん、鈴木さん本当におしゃれじゃん、四千頭身かっこいいよな、鈴木くん、鈴木さんって言ってんだ、そうよ、距離すごいな、で先輩でしょ、いや先輩じゃないふりしてる私、え俺まだに全員先輩のふりし、先輩の後輩のふりし、ちょっとずつ回らなくなるからやめろよ、うん、いや俺は全員、いやうちらごまかせんだから個人事務所だから、この前だって石橋さんと飯食った時に揉めたんだから、え、どっちが先輩か後輩かっつって、うん、で、いや俺の方が後輩ですよっつって押し通してきたんだ、あんたが、そこは先輩って言っといた方がいいし、なんでよ俺から行けた方がいいだろ憧れの人、憧れの人、ズイブラ山里さんじゃないんだズイブラかっこジブさんいいよその界隈の呼び方お前結局ジブラが一番かっこいい、そっちの界隈じゃないだろお前いつかなりたいからジブさんって呼ぶな、面白い人、面白い人か、サーヤですわな、うんあ、ここ譲れないんだ、ボンドムでサーヤだよな、いや可愛い、かっこいい、おしゃれ、憧れが、
あと何でもいい。面白い人だと。そう譲れない。どう考えても。そんな知識なんだ。かリーモコちゃんですよ。なんでリーモコちゃんなの。どれがして。いやじゃあスタヤさんかな。その選択肢で言ったらもちろんそうですね。優しい人。かやさんかな。唯一ね、知ってくれる先輩の。まあまあ、かやさんと同じ属性っぽいもんな。たけるさんの2択しかないかな。はい、OK です。おー、できたね。できました。でもさ、こっちがやってほしいんだけど。何？別のプロフィールの裏によくあるあるなんですけど、ラブトークコーナーっていうのがあったの。何それ。これちょっと書いてください。これも書くんかい。身長170センチ。俺の理想のタイプか。間違った、俺の書いちゃったよ。170ってことね。いやいや、確かに彼女は背高いもんな。彼女俺より背高いからな。ほんと違うのよ。いや、彼女がそれぐらいだからいいじゃん。152。ちっちゃ。芸能人で言うと本田美優さん。どんな性格。逆らわない。怖っ。怖っ。どんなファッション。制服。警察が来たもんだって今。この書いた瞬間に。どんなデートがしたい。遠隔操作ローター仕込み待ちぶら。企画もんじゃん。今好きな人がいる、いない。いる。告白されたことがある、ない。ある。おー、あるんだ。あ、さんっていうのがさ、殺すぞお前。わがしやぶ、これの裏でキスした先輩。言うなっつってん。告られた。やめろお前。なんか駅でさ、待ち伏せされてさ、告られてたよ。なんか何がバイト先の女の人。ああ、あったの昔な。8時間ぐらい駅で待たれて。大学1年生ぐらいの時かな。あったよな。あったあった。アダルトビデオのモザイクチェックのあれで出会った人な。バイト先にいた女性ね。そうそうそう。怖くて無視してたよね。怖かったな。告白したことがある。イエス。キスしたことがある。ある。イエス。かっこそれ以上も。おませさん。あるよ。おませな女子。恋人に言われたら嬉しい言葉は、おっきい。はぁ、あ、きっつら。はい、できました。激キモラブトークコーナーができました。この格好のロリコンが一番怖いのかな。実はたわしに紐つけて散歩してんだよ。いるけど、あの人別にロリコンではないよ。原宿とか。